松田。ツダ株式会社は、広島県に本拠を置く日本の自動車メーカーである。自動車及び、同部品の製造、販売を事業としている自動車メーカーである。本社所在地は、広島県秋郡府中町新地3番1号。東京証券取引所におけるトピックスラージ70の構成銘柄に選定されている。 2017年度の世界販売台数は163万台。ロータリーエンジンを搭載した自動車を量産していた他、ロードスターは二人乗り小型オープンスポーツカーの生産類型世界一としてギネス世界記録の認定を受けている。1991年には日本メーカーとしては初のルマン24時間レースでの総合優勝を果たした。2000年代以降は ズームズームのキャッチフレーズのもと、走行性能とデザインを特色とした車作りに得する戦略を進めている。今後は顧客との間に強い絆を持ったプレミアムなブランドを目指すとしている。1979年以来フォードとの提携関係が長く、1996年5月には同社の参加に入りプラットフォームや生産施設などの共有化が進められたが、 リーマンショック以降は、報道離れが進み、2015年9月に完全にグループから独立した。2015年5月には、トヨタ自動車と中長期的な提携関係を結ぶことを発表し、2017年8月には、業務資本提携を結ぶことで合意。相互に500億円分ずつ株式を取得し、トヨタがマツダの第2位の大株主となった。THS2 の供給や、 EV 開発会社と北米工場の共同設立など、両社は急速に距離を縮めている。2018年5月には、日本国内生産累計5000万台を達成した。これまではトヨタ、日産しか達成しておらず3社目の自動車メーカーになった。創業は1920年、コルクを生産する東洋コルク工業株式会社として誕生。 1927年以来、東洋工業株式会社が正式社名であったが、1984年にブランド名に合わせて、マツダ株式会社に改めした。英語表記は、マズダ。コーポレートマークのマズダは1975年から、M を、型にいった。現在のエンブレムは1997年から、使用されている。現在の社名は、事実上の創業者である、 松田主義次郎の生徒、英知、理性、調和の神を意味するゾロアスター教の最高神、アフラ・マズダーにちなみ、自動車産業の巧妙となるよう願って付けられた。松田は、ロータリーエンジンの量産化に成功したメーカーで、あったが、2012年6月に RX-8 の生産完了後は、ロータリーエンジン搭載車の生産から遠ざかっている。2013年には、 新型ロータリーエンジンを発電機レンジエクステンダーとして搭載した電気自動車の試作車、マツダ RE レンジエクステンダーを公開。2015年10月には次世代ロータリーエンジンスカイアクティブ R を搭載したコンセプトカー RX ビジョンを発表した。2011年自動車を構成する諸要素のすべてを刷新しスカイアクティブテクノロジーとして発表した。 スカイアクティブテクノロジーを全面的に搭載した車両はこの取り組みと並行的に進められてきた生産分野の改革、ものづくり革新により1ドル77円でも日本国内から輸出して全ての地域で利益を生み出せるコスト競争力を持つ。スカイアクティブテクノロジーの開発にはモデルベース開発と呼ばれる手法が用いられており、この手法を用いた 開発力については業界随一と他社から評されている。2017年8月、技術開発の長期ビジョン、サステイナブルズームズーム宣言2030を公表し、圧縮着火による燃焼方式を世界で初めて実用化したガソリンエンジン、スカイアクティブ X を2019年より反することを発表した。 1980年代後半から1990年代前半にデザイン本部長である福田茂則の指揮の下と、ときめきのデザインをテーマに、ボディの光と影をコントロールする造形を追求した。1989年に発表した初代ロードスターのリアコンビネーションランプは、そのデザイン性と機能性の両立が評価され、 ニューヨーク近代美術館に展示、永久収蔵されている。1991年に発表した3代目 RX-7 は、2008年にイギリスのデイリーテレグラフ氏が選ぶ、最も美しい車100選の61位に選出された。また、1991年に発表したユーノス500のデザインは、イタリアのジョルジェット・ジュージアーロに絶賛されたと言われる。 1996年にはデザインテーマコントラストインハーモニーを制定しすべての車種のフロントグリルに五角形の5ポイントグリルを適用することを決定2001年にはフォード出身のモーレーカラムがデザイン本部長に就任しデザインテーマアスレティックの下、躍動感のある造形を追求した2006年にはローレンス・バンデン・アッカーが デザイン本部長に就任。デザインテーマ、流れのもと、龍宮美、博士、大気清風雷といった自然界に存在する動きの美しさを取り入れたコンセプトカーを発表し、その造形は2010年に発表された三代目、プレマシーのデザインに反映された。2009年には、アッカーのルノーへの転職に伴い、デザイン本部長に前大工夫が就任。 2010年にデザインテーマ、魂移動、ソウル・オブ・モーションをコンセプトカー、ツヨと共に発表して以来、生き物が見せる一瞬の動きの躍動感や緊張感、美しさを取り入れたデザインを進めている。2015年に発表した RX ビジョンはフランスで最も美しいコンセプトカーに選出され、2016年には4代目ロードスターが日本車としては初めてワールドカー。 デザインオブザイヤーを受賞した。マツダが開発するカーナビゲーションシステム及びインフォーテインメントシステム。日本、アメリカ、カナダ、メキシコを除いた地域での名称は MZD コネクト2013年11月発売の3代目アクセラに初めて搭載された。一部のグレードを除き、ほぼ全てのマツダ車に搭載されている。ヘッツアップコックピットの考え方の下。 センターディスプレイ、アクティブドライビングディスプレイ、コマンダーコントロールにより構成され、脇見運転や不注意運転を最小化するようレイアウトされている。ナビゲーション機能は、ショップオプションとして販売される地図データが書き込まれた SD メモリーカードを別途購入し、車載スロットに差し込むことで利用が可能になる。地図データは3年間無料で更新でき、更新ツールを利用すれば、 自宅でのアップデートも可能である。発売当初、ナビゲーションシステムには、ハンガリーの社製のものがグローバルに採用されたが、日本のユーザーからは、ナビゲーション性能の不足を指摘されたことから、2015年から、日本市場のみ、日本のミックウェア社製のシステムに切り替えられた。スマートフォンとも連携し、ハンズフリー通話や SMS の読み上げのほか、 ツイッターやフェイスブックといった SNS 対応するインターネットラジオの利用も可能である。アプリケーションの追加やアップルが提供するカープラ、グーグ Google が提供する Android Auto の対応も発表されているがカープラと Android Auto の対応において日本で販売しているモデルは CX-5 と CX-8 のみで他のモデルについては2018年11月時点では 対応していない。マツデコネクトは二人規格に対応していないため、他社のカーナビゲーションに換装することはできないが、アルパインから CX-5 と CX-8 専用のカーナビゲーションが登場している。マツダ社以外では OEM 供給するトヨタヤリスやフィアット124スパイダー、アバルト124スパイダーに採用されている。 マツダは1988年に海外販売に依存していた経営体質を改善するため国内販売を倍増させるとする B10 計画を策定し従来のマツダ、マツダオート、オートラマに加え1989年にユイノスとオートザムの独自ブランドと販売網を新たに設立し当時のトヨタや日産と同様の国内をチャンネル体制を敷いた 1991年には、松田オートの名称をアンフィニに改称し、高級車専門店とした。しかし、急激なモデル数の増加による、ブランドイメージの混乱や、研究開発費、固定費の増大を招いた上に、バブル崩壊後の景気低迷の影響も受け、結果的に5チャンネル体制は、失敗に終わった。以来、住友銀行の主導のもと、1994年から、 5チャンネルに広がった販売網の統廃合を進め、1996年には松田ブランドに再び一本化された。しかし、国内販売では大幅な値引きや安売字に頼った販売拡大策を推し進めたため松田社の中古車、査定価格は下落し、他社のディーラーに下取りに出そうとしても残価が低すぎるため、結果として松田社以外に乗り換えられない。 松田地獄と揶揄される状態を招き、ブランドイメージの低下と販売不振を深刻化させる悪循環に陥った。フォードの参加に入ってからは、ズームズームのキャッチフレーズのもと、スポーティなブランドイメージを構築する戦略を進め、大幅値引きに頼る販売を段階的に止めて、メーカーとディーラーが一体となって、松田のブランドイメージ工場に努めている。 2011年のスカイアクティブテクノロジー導入以降は世界的に売り方革新と呼ばれる販売改革を進めており、インセンティブの削減、成果販売の定着をこれまで以上に進めていくとしている。2014年にはデザイン本部が監修した新コンセプトの販売店、新世代店舗を順次展開することを発表した。 2016年1月には、マツダの車作りやブランドを体現した、直営のショールーム、マツダブランドスペース大阪を開設した。かつては、世界ラリー選手権やルマン24時間レースなどに、ワークス、マツダスピードとして、積極的に参戦していた。ロータリーエンジン搭載車でのエントリーが主体であるが、レシプロエンジン搭載車であるファミリアで、WRC に、ランティスで、 JTCC に参戦していたこともある。1999年にマツダスピードがブランド名だけ残して解散して以降、日本法人のマツダとしては一切のワークス活動を行っていない。レースのノウハウと人材は全て社外に放出され、787バイトなどは保管しているものの高出力エンジンに対応したエンジンベンチ設備備備状態である。2018年現在は、 インタープロトシリーズにジンバ一体ドライビングアカデミーと称して市販車開発ドライバーを訓練のためジェントルマンドライバークラスに参戦させている旅となっている。一方で北米やオーストラリアの現地法人では活発なモータースポーツ活動が継続されている。特にアメリカのマツダ USA はデートが24時間含むイムスサの u s c に参戦しているだけでなく グローバル MX-5 カップやロードトゥインディ、プロマツダチャンピオンシップなどといった草の根レベルのレースを運営したり、プチルマンやラグナセカのタイトルスポンサーを務めなど、海外マツダ法人随一の活動実績を誇る。国内。海外。大会スポンサー。研究開発拠点は、以下の通り、試験場、日本。 北米、欧州、アジア、太平洋、日本。北米、欧州、アジア、太平洋、その他の地域、松田が運営する企業博物館、宇品第一工場に隣接しており、入館は完全予約制。係員の案内で、隠し展示と実際に稼働している隣接工場の生産ラインを見学することができる。 Google ストリートビューで館内の一部を閲覧することが可能。松田が運営する企業立病院。1938年に松田校内の医務室として開設されたのが始まり。1945年の広島原爆投下時には会社の寄宿者、食堂を開放し、被災者の救護に当たった。1950年に付属病院に変更され、1961年には 現在の地に病棟が建設された公益財団法人松田財団は科学技術の振興と青少年の健全育成のための助成などを行い世界の人々が共に繁栄を分かち合い心豊かに生きることのできる社会づくりに寄与することを目的して松田が設立した公益財団法人1984年に財団法人として設立され 2010年11月に公益財団法人へと移行した。松田工業技術短期大学校は松田が設立した厚生労働省認定の2年生企業内短大。技術、技能者を育成するために1988年に設立された。設置学科は機械システム系生産技術科2年生のみで定員は1学年64名。教育施設として 教育研修旨と、松田本社施設、自動車工学実習場、製図室、体育館、プール等を利用する。企業内学校であるため入校者はすべて、松田の社員であり、新規の高等学校卒業者と、社内選抜者で構成されている。高等学校卒業者の場合は入校のための入社試験を実施し、社内選抜者は生産職場に配属された20歳。 大前半の社員の中から職場推薦を受けた者を対象に試験が行われる。修了生はそれぞれ生産部門や試作部門などに配属される。松田が広島本社内に所有する橋。松田ミュージアム見学の際には社内バスでこの橋を渡って移動する。2007年、当時25歳であった男性社員がうつ病をもとに自殺した。男性は 入社20年のベテラン社員が担当していた、購買業務を引き継ぐ形で移動し、時間外労働は自殺直前に月80時間を超えていた。しかし上司は男性を失跡し続け、孤立無援の状態に置かれた男性は鬱病を発症し、社宅の自室で首吊り自殺した。この上司は、男性の自殺後にも、職場で笑いながら、あ、亡くなったわ。 この忙しいのにと発言したり、同僚が男性の机に花を飾ろうとした時に、大っぴらにするなと制したりした。葬儀の場でも、長文原稿に目を通しながら冗談めいた口調で、泣かすよなぁと発言した。松田は遺族側と裁判で争い、過重労働はなく、上司もサポートしていたなどと主張していたが、2011年2月、神戸地裁にて、質的。 量的に過剰な労働で、自殺は業務に禁する。一方で上司の適切なサポートもなく、同社は安全配慮義務を怠ったとして、過労自殺が認められ、約6400万円の支払いが命じられた。2008年6月、厚生取引委員会が、松田に対して、下請け事業者への代金支払いに関して、違法行為があったとして、勧告を行った。 2005年7月から2006年11月の間、松田が取引先から購入した部品について、下請け事業者の合意なしに単価を一方的に引き下げた結果、下請け代金支払い遅延等防止法、下請け法に適しされている代金減額が生じたと判断された。これを受けて松田は、高取から指摘された減額代金全額を2008年3月に、 下請け事業者へ返還した。2009年6月、松田が法定期間3年を超えて派遣社員を工場に勤務させたのは労働者派遣法違反の疑いがあるとして、広島労働局が文書で指導を行った。松田は本社工場や法府工場に派遣された5人の派遣社員を途中、期間従業員として約3ヶ月間だけ直接雇用し、 再び派遣社員で受け入れる方法で法律上の直接雇用義務が生じる連続3年の派遣期を超えないように操作していた。剣労連は全国初のケースではないかとしている。2012年1月、松田の連結子会社である関東松田は事故車両の修理費を損害保険会社に水増し請求する不正があったと公表した。不正は2006年4月以降、 2,978件あり、水増しした請求額は契約7,707万円に上った。このため国土交通省関東運輸局は関東松田に調査を指示し行政処分を下した。2015年5月下旬、松田の連結誌会社である静岡松田が当時登場したロードスター ND 型の地方局向けテレビ CF を作成するに当たり、 西伊豆スカイライン、行動、静岡県伊豆市にて、映像制作会社の撮影者アリが対向車線を大きくはみ出すような形で、危険運転を行った。交通規制等は特に敷かれていなかった。この様子は現地に合わせた、一般人が撮影し、ツイッターの当人アカウントに掲載したほか、松田本社広報部のアカウントへの指摘も言った。同年8月3日、 この指摘に対し松田は関与を否定。一方で、指摘者のアカウントへ返信、リツイートする際返信先アドレスに、ドットを付加したことで、双方のやり取りは、松田側ツイッターフォロワー4万7千人、当時にも閲覧可能となった。結果、指摘者は、松田フォロワーからを、多数の非難を受け、アカウントを削除するまでに追い込まれた。この件に対し、IT ジャーナリストからは、 企業の公式ツイッターでドットを打つなんて聞いたことがない。悪意を感じる。さらし上げの効果が高まる。松田は最初の調査に自信があったのか、悪いのはうちじゃないんだと過剰な防衛意識が働いたのでしょう。との指摘を受けている。ところが8月5日、松田は確認範囲を広げ、現在事実関係を調査中とした上で、8月7日夜、 静岡松田による撮影であったと謝罪。折しも松田は8月7日から10日間、夏季休業のためコールセンターが停止する時期と重なった。ため、批判逃れではないかとインターネット上を中心に、さらなる批判が巻き起こった。同年9月、当該の映像制作会社及び、男性社員が、道路交通法違反の容疑で、書類送検された。2016年7月、 松田の連結子会社である関西松田は車両整備料金の一部をリース会社に架空請求する不正があったと公表した。不正は2004年6月から2015年12月までの間に2054件あり、リース会社2社に対する架空請求は総額約1100万に上った。この事態を受け国土交通省緊急入局は関西松田に対して文書で警告た。 2016年9月14日午後4時15分ごろ、広島市南区向井灘大原町の松田の社員寮、松田大原寮の非常階段において、19歳の男性社員が頭から血を流して倒れているのが発見され、その後病院で死亡が確認された。24日、広島県警は同期の20歳の男性社員を強盗殺人の疑いで逮捕した。被害者は14日、 午後2から3時ごろ、容疑者の運転する車、松田の社員だが、所有していた車両は、他社のものである初代トヨタマーク X だったで複数の ATM を回り、計120万円を引き出した後、午後3時35分ごろ、寮の非常階段に置いて消火器で頭を殴られるなどして、殺害されたとみられる。事件後に奪われたとみられる現金は、容疑者の口座へ入金されていた。 被疑者は、その後10月14日に、広島地方検察庁から同容疑で起訴された。2018年8月、松田は、鈴木山派発動機と共に、感染者検査における燃費、排ガスの検査での不正があったと発表。松田の検査員は72台の新車の出荷前の品質検査で、適性を欠いたデータを無効とせず、有効として扱う不正を行っていた。 連結し、会社68社は、以下の通り、平成30年3月31日現在。その他20社持分法的要害者18社は、以下の通り、平成30年3月31日現在。その他4社、人物。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。